菅大地です。瀬戸遥です。ということで本日は伊豆大人カントリークラブに来ております。はい。100切れそうで切れない。今日は瀬戸ちゃんを応援しながら一緒に回っていきたいと思います。はい。はい、やればやるほど悪くなってますスコアが。そういう時期もありますね。あります。はい。天候は晴れなんですけど風がめちゃくちゃ強いんで、うん、しかもグリーン10フィートめちゃくちゃ仕上がってます。ここはですね2014年から16年は女子トーナメントも開催された。トーナメントコースですので本当に素晴らしいコースになっております。難しいですか、ね、難しいかもしれないね、うん、その辺も楽しみながら頑張りましょう、はい、頑張ります。割愛されないように割愛されないようにヤード結構アゲンスト8番はい妖怪が空中に妖怪がいるとしか思えない。おこれめっちゃ良さそう。これいい、これいい、これいい。おお。いや、わかんない。なんで、なんで。そんなもって風が舞ってるんですよ。いやー、だからまっすぐとはもう左、さよなら。恐ろしい。風の分かんなさが本当この映像で伝わらなくて悔しいんですけど、すごい左から風を感じるんですけど、ボール打ち出したらボールが一気にもう左にさらわれるっていう。吹き荒れてる。そう、右飛んでって、いや、高木君のボールめっちゃまっすぐ。風止んだ。そう、急に風が止んであそこ行っちゃった。運ですね。時の運、これはもう。瀬戸ちゃんから115ヤードくらい。まあ、上げなければそんな風の影響はね、そこまで強くはないと思いますが。もうやだ。OK、いい値してるよ。ナイス。ナイス。短く持ってそれをやったら逆にデメリットになっちゃってるのよね、はい、トップしてるのは、うん、であれトップ想定した振り幅と強さにすることが大事。風に翻弄されてます。おーナイス左フック。いいよ。確かに。あー、止まっちゃうんだ。雰囲気はすごく良かった。バーディーパットと思いきや。バーディーパット。バーディーパット。オッケーです。あー、ない。入れない。厳しいダボ。うまい。ああ、そこはそんなに切れるの。ナイス。頑張ろう。辛いね。辛いです。これボールを置いたいな、空中の。かっさら割れてる感がちょっと。330ヤード。330。高い球打ったら終わりですよ、今日は。そうやると打ちたくなる。中津の進化だ。よいしょ。はい。310ヤードです。おっとっとっつい。
いやもうそこ運だよ運。オッケー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 、ナイス。いいよいいよ、ラインがいい。よし。いやー、たくみくんからすごい画面右にものすごい持ってかれます最後。いやー、どうなんだ、強いのか強いのか。そっからね、ものすごい下り、これも激しすぎる。この距離は射程いけないですからね。いやー、最後かわされた。向いてる方向は良かったよ。これは激しい。おうおうおう、おー、オッケーです。ナイス、よし。437ヤードです。はい、ちょっと後ろ入れないんでここから飛びます。おお、ちょっと右ですか、これは。おお、いいところ。めちゃくちゃいいとこ行った。オフショットのつもりで打った。ダメゲード。うわー、ナイス。オッケー、オッケー。オフスイング作戦。よし。ナイス、ナイス。たくみくんから200ヤードくらい。ものすごい長いミドル。風のせいもあって。おー、グリーン。いや、ナイスオンしてる、めっちゃ。オッケー、オッケー。左行っちゃった。左行ったけど全然大丈夫でしょ。なんか4本の木にガードされてっから。なんだあれ。170ヤード。風かい？うぅ、やばいやばいやばい、またかっさらわれてる。見てるんだ、これ。これかっさらわれてるのはお伝えできない。この4本の木の真裏やん。うん、行くしかないね。オッケーオッケーオッケー、いいよ。なんかでかくねか。ナイス、でかいけどナイスショット。瀬戸ちゃんから風がフォローなんで、それも相ま見えてちょっと早いですね。行ってしまった。まあでも2パットで行ければね、いいと思う。下からは2段グリーンになってます。1段上がって上の段に切ってあります。パットは早い。イタッチ、イタッチ、ナイス、ナイス、ナイスパー。素晴らしいね。ナイス、やった。ボギーじゃね。え、やった。ナイスボギーだよ。よっよっ、怖いだよ今のは。8番です。373ヤード、はい、もうどこにいてもアゲンストに感じる。オナーのボールの動きをよく見ても打つ方向を決めていくというこの風運との勝負です。おー、風で左持ってかれてます。あ、でもまた右戻ってきた。完璧。すごく景色がいいホールです。
持ってかれてる。もう立てません。おお完璧、ナイスナイス、出た、ナイスです。強い。いやもう風向きが目まぐるしく変わるんで、わかりません。距離は120。9番。あとは運。打ったら運。いいよ。風は左から？あれ何？左から。もうめっちゃ持ってかれた。え、風左から。98ヤード。48度ね。はい。普通にトップしただけです。いや、自分も思いましたよ。最悪トップして、転がっていってもいい。そう。そう。オッケー。オッケー。いいよ。いいよ。ナイスオン。ツーオンした。初パーオン。そう。ナイスナイス。イカチャンス。イカチャンスだよ、これは。ここからツーパットでイカだからね。うん、次回のイカを想定した練習ラウンドですね、これ。そう、イカ山をリハビリ中。奥バンカーでした。いい感じ。ゴー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 。あーちょっとそれましたが、おお早い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 。結構来たよ。バーディーチャンス来た。これはイカゲットできるんじゃないか。よーはー今日一弱い。そこはちょっとガツンともう狂ったように打ってほしかったけどね。いい転がり。頑張ろう。はい。パーチャンス。オッケー。ナイスボギー。ナイスボギー。もったいない。でもナイスオンでしたね。ありがとうございます。330、ちょっと短いです。はい。ただ風はどっから打ってもアゲンストなんで、こういう回ってる。回ってる。これはもう風の影響ほぼ受けず、どまっすぐに超まっすぐいた。左側駐車場があるので注意という看板がありますからね。気をつけよう。たくみくんはアイアンで刻みます。はい、そして右ペラって風にさらわれました。おー、できたできたできた。駐車場の車を守るためにこう自分のスコアを犠牲にしていく優しいたくみくんです。やばいやばいやばい、風が。でもだいぶ振る力感がちょっと調整できてきましたね、はい、そうそうそう、もうアプローチ感覚でいいよっていう。当たりはいいけど風にさらわれた。出てこい。出てこない。ダメならダメでいいよ。そうだ。うわナイス、完璧、めっちゃナイス。なんでその左足下がりか、その球があるのかよくわからないけど。風は左からでこうキーがかかってますけど、スライスは勝手に出る状況なんで、風でピン方向行くと思います。いいよ、完璧だと思う。あとは距離感。あーとちょっと飛んでしまった。あーでも耐えてる耐えてる、ナイス。はい、じゃあ59。やばいやばい、もう旗が折れる。うん、次注意。うまっ、よし
めっちゃうまい。めちゃナイス。ちょっと悪いの出し切った感あるな。前半で。たくみくんからは下っております。どこまで寄るか。めちゃくちゃ強く打ったように見えますけど、出ます。おー、ナイスアーチ。さすが。カップ1個ぐらいね、しっかり外したいですね。おー、惜しい。ちょっと弱ければね、はい、入りました。ナイスボギー。はい、いいじゃん。3連続ボギーで終わった。ボギーペースに